大岡清重元六三年八月二日は、江戸時代前期の旗本。大岡清正の次男で、大岡清勝の孫。おじは、大岡清春。勘定奉行を務めた。官位は、十五位下、備前上、通称は、伝三郎、五郎左衛門。妻は、水野近幸の娘。子に娘、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 養子に、大岡清順がいる。 越後国大,大岡小豪族の新田支流里美氏書屋大、伊ダ氏族で、大岡忠介の一族である大岡氏とは、関わりがない。明暦2年12月21日、父の遺跡を継ぐ。漢文2年10月15日に、勝頭、漢文11年3月26日に、目付、遠方8年3月25日に勘定奉行となる。 天羅2年4月21日に700国を加増され、合計3700国を治療する。幕名により、天羅3年、稲葉忠し級彦坂茂将羅と共に、機内治水の再点検を行う。状況4年9月10日、勤務状況によからぬところがあるとして、勘定奉行を罷免され、筆則に処せられる。元禄2年6月4日に赦免されたが、 これより前に仮造された700国の治療を没収されて、消不振となっており、廃棄は止められていた。元禄3年4月17日にそれも許されたが、同年8月2日に60歳で死去した。実定の成純が養子となって、後を継いだ。ありがとうございます。